FX の投資資金に保険をかけれます。はい、こんにちは、ハチノです。今回はですね、ゲインスカイが、リーガルコアマーケットの預金に対して保険をかけるというサービスを始めました。はい、でこちらがね、公式の連絡表ということなんですけれども、親愛なるゲインスカイのお客様へ、国際的に認められた保険会社であるナショナルインシュアランスアライアンスリミテッドとの間で、取引所であるリーガルコアマーケッツ RCM での資金に預金保険を提供することで合意したと発表できることを嬉しく思います。資金の保証に対する懸念と要求が高まっていることを理解しており、この新しいオプションの機能により RCM で管理されている資金に対し、お客様がより安心できるようになることを願っています。保険機能は現在最終段階にあり、お客様は早くとも2020年8月または9月までに保険をかけることができます。この機能の詳細は後日最終決定後に発表されます。この新機能のリリースを記念して、2020年7月1日から31日まで1万ドルの新規入金またはトップアップ増資ですねが発生したアカウントに対する6ヶ月間のプレミアム保険料をゲインスカイインベスツメンツが負担いたします。このプロモーションを享受するお客様は、その1万ドルの資金にのみ3ヶ月間のロックアップが発生します。ご不明な点がございましたら、市場担当者までお問い合わせください。引き続きどうぞよろしくお願いいたします、ということでですね、こちらのね、連絡がですね、6月30日に出ていました。で、私ね、前回6月30日に動画上げたんですけれども、その時にね、最新の情報来てないかなと思って見たんですけれども、その時はね、まだ上がってなくて、ちょうどね、数時間のタイミングだったんでしょうけど、ね、ちょっとね、まあ、2週間経ってからのご連絡となってしまいましたけれども、ね、すでにもう、7月1日からですね、プレオープンって言えばいいんですかね、もう受付を始めてます。はい。で、今ね、7月中に1万ドル以上入金、もしくは増資した場合は、ゲインスカイ側で保険料を負担してくれるということなので、で、8月以降ですね、多分、保険料として負担しなければいけないのが、5% というお話でした。確か年 5% と言ってましたかね。資金の、投資資金の 5% というお話だったので、まあね、5%、1年 5% であれば、まあ、ゲインスカイのね、利回りであれば、全然元は回収できると思うんで、よりね、慎重に安全に投資したいという方は、こういうね、保険を利用するのもいいかと思います。はい。でね、最近多くはないですけど、最近ね、やっぱりこう、投資商品に対して保険をかけるという動きが、少しずつね、投資の世界に広まりつつあるのかなと思います。私もね、他の投資やってる中で、すでにね、世界のね、グローバル大手の保険会社と契約して保険をかけてる投資商品とか、いくつかありますので、まあね、ゲインスカイもそういうね、流れに乗ってきたのかなということでね、かなり、これはやっぱりユーザーにとっては安心感があると思います。で、一方でですね、ちょっとね、ネガティブなっていうか、心配な方のために、こういうところは調べた方がいいよというお話なんですけれども、この保険会社、ナショナルインシュアランスアライアンスリミテッドなんですけれども、ケイマン諸島ですね。イギリス領のケイマン諸島にある保険会社ということで、ちょっとね、調べた限りだと、保険会社としての格付けとか、そういった情報がね、ちょっと私の、調査力では調べきれませんでした。もっと時間をかければね、見つかるのかもしれないですけれども、保険屋さんがすべてね、なんていうんですかね、
盤石かというと、やっぱりね、あの保険会社ランク付けがあってですね、ランクが低いところはやっぱりね、結構その財務体制とか弱かったりするので、ちょっとね、このナショナルインシャランスアライアンスどういう会社か私もあんまり知らないので、まずですね、そこを調べていただいて、で、ね、ご自身で問題ないと思ったらですね、まあ保険をかけてみるのもいいですし、まあもともとね、ゲインスカイ信じてるから、そんな保険なんてかけなくていいよと、ね、リーガルコアマーケット信じてるから保険なんていらないよという方はね、別にあのかける必要もないですし、ね、保険かけたからといって、じゃあね、リーガルコアマーケットが、例えば飛んじゃった時に、ね、ちゃんと保険金が下りるかというと、またそれはね、こちらのナショナルインシャランアライアンスの、まあ、会社の財力とかにもよると思うので、はい。まあ、そういったね、やっぱり会社のことをしっかりね、調べた上で、サービスを利用するというのが、まあ、投資に限らずですけれどもね、あの、基本だと思いますので、はい。ね、あの、保険という言葉だけで安心しないようにとね、あの、保険会社って一番、あの、なんていうんですかね、ちょっと言い方悪いですけれども、あの、ね、うまくこう、消費者、ユーザーから、お金を吸い取るのが上手な、ね、業種なので、まあ、銀行の、次、銀行と同じくらい、ちょっとね、ずる賢いというか、はい、ね、保険と言いつつ、賭けなので、ね、昔はその賭け事だったのが、賭け事っていうと、ちょっとよ、いい表現ではないので、まあね、保険という名前にしてサービスを提供していると。うん、でも中身はね、掛け事と一緒ですよね。ね、リーガルコアマーケッツがね、飛ぶか飛ばないかと、ね。で、ほとんど飛ぶ確率がないから、掛け金はね、低くしてるんですけれども、これがね、結構やばいところだったりすると、当然保険金は高くなって、ね、全然保険金ペイできないくらいの保険料が発生したりということになるので、やっぱりそこはね、信頼度とか信用度とか、そういったところで掛け金が変わってきて、ある意味ね、でも 5% の掛け金で済んでるっていうことは、やっぱりね、リーガルコアマーケッツもゲインスカイもそれなりに信用されてるというところだと思うので、はい。やっぱりね、まずは皆さんでご自身でしっかり調べた上でサービスを利用するというのがね、基本だと思います。はい。でね、また多分こちらの詳細情報、ゲインスカイのね、ニュースページに出ると思うので、また新しい情報入り次第動画でお伝えしたいと思います。